こんにちは。今月もマネトリをご視聴いただきましてありがとうございます。限られた時間でありますが、皆様どうぞよろしくお願いします。進行は私ガイタメドットコムスタッフの徳本にて務めさせていただきます。またガイタメドットコム総合研究所の調査部長神田さんに講師をお願いしたいと思います。神田さん、よろしくお願いします。はい、今月もよろしくお願いします。本日はですね、前半がマネークトレーニング、後半はマネーク相談ボックスへ寄せられたご質問への回答へと進んでいきたいと思います。ではそれでは早速マネークに入っていきたいと思います。神田さん、すいません、出てきたばかりで申し訳ございませんが、中盤からお願いします。はい、後ほどまたお願いします。はい、ではでは大瀬子さん、よろしくお願いします。はい、このマネークトレーニングではですね、はい、ガイタメドットコムのスタッフであります大瀬子さんに講師を務めていただきます。大瀬子さん、よろしくお願いします。はい、中が、ね、続いてジメジメしてますけどもね、まあ、我々はスカッといきましょうね。そうですね、はい、ね、さあこんな感じなんですね。今月もいきましょうかね。まず流れ、今月の流れちょっとおさらいしましょうかね。こんな感じですね。で、結構おどろおどろしい感じが、まあ、続いてます。そうですね、スカッとはしてないですね。結構ですね、この今月ってなんていうのかな、大雑把な材料が多くてリスクオンオフっていう、もうこの分かりなく、もうゼロイチみたいな感じになっちゃってますよね。いろいろ材料ないわけじゃなかったんですよ。雇用統計もすごくこう結果が良くて、ドルが一時期ね、ドーンとこう上がったりしたりしたんですけどね。あと、まあまあ、この細かいかな、これ、イールドカーブコントロールのこの検討してるとか、まあ、そういう材料もあったんですけども、ですね、その後のこういったような感染者数がすごい、コロナの感染者数がすごい、このように増えたよっていうのと、あと、治療薬がどん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 こうですね、進展してますよ、開発が進展しますよっていう材料、2つの材料で、まあ、行ったり来たりという、そういう感じになりましたね。うん、でトランプさんに関する、まあ、話もありましたけれども、このコロナウイルスの材料には勝てませんという感じですよね。でですね、ちょっと気が重いんですが、これいきたいと思います。はい、これはまあどういうものかというと、ドル高ドル安、円安円高のそれぞれの要因をこのように並べて、その強弱によってドル円が今どういうトレンドなのかっていうことを読み解く、まあ、そういう表なんですね。なんですけども、これ見てください。何か気づきません？どうです、両方に同じドル安要因も円安要因も、ね、ドル高要因も円高要因も同じような材料が、そうですね、ね、こっちにもコロナ、こっちにもコロナ、うん、こっちにもコロナ、こっちにもコロナっていう感じで、なんでかっていう と、ですね、新型コロナ感染、これ拡大すると、うん、まあ、リスクオフということでドルが買われてしまう。で同時に、まあ、もともと円は安全通貨だから円も買われる。でドル円はこう動かない。逆にコロナの治療薬が、期待感が高まったりすると、これリスクオンでドルが売られます。今ドル売りなんですね。で反対に、同様にコロナの治療薬、まあ、期待感高まると、まあ、円は安全通貨だから、リスクオンの時は売られるというわけで、両方とも売られてやっぱりドルは動かないと、こんな感じなんですね。で複雑なことに、これ、株に関する反応もこれ、上昇するとリスクオンということでドルが売られたり、反対に、ですね、もう素直な動きを、株が下落すると素直にドルが売られたりしてですね、ちょっと分かりづらい、クロスチェックシートちょっとですね、ワークしづらい今状況にあるという感じなんですね。はい、じゃあ、そういうことですね。でこれなんですけども、これを踏まえてさあ今月も為替ドリル行ってみたいと思いますけど、今のこれがヒントになるってことですよね。まあ大ヒントっていうか、もう今月これなんでね私も問題ね、そうと選ぶのなか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 ちょっと今までと違う様子でしたね。はい、さあ徳本さん、これ、解いていただきましょうか。さあ3問ありますね。でですね、3問正解が当たり前という感じでございます。任せてください。はい、さあ、ざっくり読んでいきましょうね。まあ、ISM 製造業っていうアメリカのとっても大事な、景況感、景気の感じを表すですね、指標があるんです。これ50を境目に、まあ、上だったらいいよ、下だったら悪いよっていう感じなんですけども、これが50を4ヶ月ぶりに上回ったということなんですよね。まあ、よかった、うん、よかった。でこれを受けてドルが幅広く、さあ上昇下落どっちだったということですね。
市場予想よりも結構良かったんですよね。まあ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 。ってなると、ね、シンプルに考えるとまあ買われたという思うんですけれど も, 思うんですけど、そんな生優しい問題を大瀬子さんが出すわけがないので、まあね、その続く問題を言うと、うん、米国の景気回復期待が高まり安全通貨としてのドルの需要が後退したと解説。うん、あ、ここ読んじゃった。あ、そうっすか。先ほどのね、うん、ロスチェックでね、そうそうそう、もうね、これね、さあそろそろ時間ですってなるともうシンプルに、先ほどの、はい、ね、踏まえると下落なのかなというふうに思うんですが、ですね、いかがですか。うん、まあ、まあ当然ですね。はい、じゃんとこういうわけですね。ドルが幅広く下落したということなんですよね。これ皆さん混乱しますよね。私も混乱しますというわけですね。見ていきましょうか。材料はアメリカの景気指標、まあ、ざっくり、まあね、なんだ ISM なんですけど も, もういろんな景況指数なんですけども、こういった景気を表すものの一つだということで景気指数というふうに書いています。でこれが結果良かったですよ。でリスク先行のムードが高まってドルが売られたというパターンですね。まあ、要点としては重要な米景気指標の ISM 一番大事と言われていますが、この景気関係ではね。で好結果となってリスク先行でドルが売られたということですね。でドルはドル円は下落して黒線は上昇したということですね。はい、ですね、ドルはです、ね、安全通貨として位置づけられている。これがますます最近色濃くなっているということですね。でリスク回避の局面では変わりやすい、反対にリスク先行の場面では売られる傾向にあるということですよね。これ反対なんですね。これ覚えておいてくださいね。で今回はアメリカの経済指標が回復への期待感を示す好調な内容だった。でリスク先行のドル売りが優勢となりましたということですね。はい、でドルと日本円はリスクオフに同じ動きをしますということなんですね。はっきり言いましょう、もう今月はこれにつけますね、ドル円に関してはね。さあこれをさらに踏まえてちょっとさあ穴埋めが2つになりましたよ。はい、ということですね。ISM 非製造、これサービス業などですね、今度はね、さっきの製造業で 57.1 となりました。予想を大幅に上回ったんですね。なんとコロナ前の水準に上昇したということです。さあこれを受けて当初はドルが小幅に買われたか売られたか、でその後ですね米国株の上げ幅拡大に伴いドル買いか売りへと転換した。あとかどっちかが分かればどっちかが分かる仕組みですね。うん、逆になったわけですかね。さっきの流れから踏まえると予想より良かったんですよね。うん、ってなるとドルは小幅に売られたかなと思うんですけど、ちょっと気になってくるのが米国株の上げ幅拡大に伴い、さあ、ヒント欲しいですか。ヒントじゃあ一つだけもらおうかな。まず株に関する材料っていうのはリスクオンオフに関わりやすいですということですね。株が上昇するとリスクを、まあ、ここから先はもう大丈夫ですねということなんですね。上げ幅拡大したってなるとリスクオンで、うん、さっきのやつとかそうですね、その前のやつとかなるとドルは安全通貨になるから、うん、その魅力が後退しちゃって、じゃあ2番目が売りってなると魅力が後退してないんじゃないですか。だって米国株上げ幅拡大って言うんだから、うん、魅力はむしろ増してるわけですよね。魅力、まあ、こういう言い方よくないですね。そうそうそう、うん、これは難しいですね。だからそうなんですよ、一番難しい、ちょっと分かんないかったですねこれはね、今月の中でもね。なんだろう兆候モード兆候モードですか。さあ時間です。株の上げ幅拡大に伴いドルが、じゃあ売り売り、うん、なるほど。なんで株がたくさん買われると、本来は買わ上げたら買われますもんね、上昇しますもんね、うん、ただ
気になるのがさっきの、うん、この安全通貨としての今位置づけられてるっていう話だったから、うん、その魅力をちょっと軽減しちゃうのかなって思うんですよね、うん、どっちかというと今何か良くないこととかが起こった時に、まあ、ドルが買われたりとか、うん、円が買われたりする傾向が強いってことですよね、はいはい、それを踏まえるとこの2番に関しては売られちゃったのかなというふうに思うんですけど、うん、どうですか。まあ、分かりました。じゃあそれはアンサーでいいですね。アンサーで解説は後でいきますので、はい、ってなると1番はまあ買われたで、徳本さんはそういう考え方ということですね、はい、さあまあこれは、うん、確かに、うん、正解でございますということですね。で、はい、当初はドルが小幅に買われたんですね。でその後米国株の上げ幅拡大に伴いドルレート転換したというね、これ複雑な動きなわけですよね。そうですね、一番の問題の時には、ね、結果が良かったから売られちゃった、うん、今回のものに関しては予想より、強かった。だからそれを素直に反応したってことですよね、うん、まあ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 、まあ、うーん、そうでしょでしょ。で、まあ、ちょっと見ていきましょうね。で、あ、これ解釈の一つだと考えてください、うん、材料はさっきと同じ米国の、景気指標ですということです。パターンは2つあるんですよ。2つのルートがあるんですよ。ややこしいですね。で、アメリカの景況感回復、うん、しました。で、これ素直にドル買いされました。で、その後なんです、問題は。そうするとあ、リスクオン的な話ということでアメリカの株が買われて、そうするとあ、やっぱりリスクオンなんじゃん、リスクオンなんじゃん、すごいリスクオンじゃんということでドルが売りに転換したということなんですね。だからこいつですね、こいつが絡むとアメリカの株が絡むとこういう感じになると。当初は素直に反応したということだったということです。で、米景気指標の好結果でドル買い、その後リスクオンでドル売りに転換したということなんですよね。で、流れとしてはトレンドとしてはドル反落と、黒線は不安定と。で、ここにありますが、最初は素直にドル買いで反応したんですね、こう、指標の好結果で。で、その後は株とリスクオンでドル売りに転じていますということなんですね。で、ドルの値動きはもうはっきり言ってルール変わってますということです。リスクオンでドル売り、リスクオフでドル買いの動きになることが多くなっている。で、ただですね、ここ、指標に対する脊髄反射的な反応というのがまだあるということですね。この間の、アメリカの雇用統計にもそうでしたもんね、当初ね。で、そうしてその後株価がの上下動によってさらにドルの影響がこう上下なんていうかな、うん、また変わってくるという、そういう複雑な動きになっちゃったということなんですよね。で、まあこれはまあもうちょっと続き不能かなっていう、こういう感じなんですけども、まあちょっとこれ混乱しないでくださいねってことは。そう、ちょっと難しいですよね。そうそう、難しくなっちゃってますよね、ドル円に関してはね。さあ、で、後半の部分の文章もちょっと解説しましょうかね。まあ、これ、ですね、黒線はドル円とストレートドルの動きに影響されて小幅ながら不規則に変動したって話なんですけど、複雑に見えますがそうでもないです。最初、アメリカの指標好結果でドルは買われましたよ これね、円は売られたと。でその後アメリカの株の上昇に従ってリスクオンリスクオンということでドルが売られ円が、ですね、買われましたということですね。でこれ他のドルストレートストレートドル今波及してドルが、ですね、売られました。他の通貨は買われました。ドル円でもですね、もちろん円が買われておりますので、こちら黒線でも円が買われているので、うん、買いということで、黒線はちょっとこうシーソー的な不安定な動きになりましたということですね。まあ、要するに、ドルがまあ大きく他の通貨に対して、売られましたよということなんですよね。ドル売り主導で他の円と他の通貨が買われた、そういうことなんですね。さあ、というわけで次行きたいと思いますね。これ最終問題です、はい、いや、やっと出てきたトランプ大統領、もう、はい、あれね、ちょっと安心しますよね、はい。で、ですね、米連邦最高裁はトランプさんの、まあ、納税申告書を含む財務記録に開示命令出したわけですね。で、トランプさん、まあ、お金の流れに関してはいろいろあると言われているお方です、はい。で、これでちょっときな臭くなるんじゃないかなということでリスク回避の動きが強まったということですね。でこれで株価が下落して債券が上昇というか債券が上昇、債券も買われたと。で利回りは低下した。これでドルが買われたということなんですね。
で黒線はストレートドルの下落が強く影響して、さあ強含んだか弱含んだかという話なんですね。ドルが買われた、黒線はストレートドルの下落、つまり、ユーロドルですとかポンドドルが、下落しちゃったよってことですよね。ユーロドルであればドル円が、買われてユーロが売られているような状態。そうってなるとクロス円は、弱含んだんじゃないですかね。シンプルに考えると、では弱含んだでお願いします。これは特に引っ張らないです。なぜならさっきのやつが難しすぎたそうというわけなんですね。まあこれはそんなに、問題としては難しくないです。ただ状況は難しいということですね。で材料的には正常ですね。政治の、ね、状態ね。でアメリカの株、あと米債利回り、パターンとしてはこうと、政治不安、政治不信とかあると、まあ、株は下落しますよね。で安全資産の米債も買われて利回りを低下しますよね。そうするとドル買いが起こったということなんですね。ちょっと解説は後でしますけど、で黒線はこれで、安くなりました。要点は正常不安でリスク回避ムードが高まって米株下落、米債利回り低下で ドル買いが強まるとストレートドルの下落が影響して黒線も下落ということですね。トレンドはドル円上昇、黒線下落でございます。さあ、最後の解説ですけど、リスク回避のムードが高まる、もう耳にタコですよね。リスク回避ムードが高まるとドルが買われるパターンが続いています。でですね、これ、株の下落、債券利回りの低下はリスク回避ムードの高まりを裏付ける。で今までは、ここですよ、ここよく見てください。今までは債券利回り低下するとドル売りだったじゃないですか。なんでちょっと混乱しちゃうんですけど、今はそのこの株下落債券利回り低下っていうのは、まあ要するにリスクオフムードにあるんだよっていうふうにざっくり捉えていただくと。で、それでドルがまあ買われますよということですね。この動き、このですねパターンではないんで気をつけましょうねということなんですよね。まあパターンをやっぱりいろいろ知っておくと、この先どうやって動くのかなということで見通し立てやすくなりますよね。あとあれですね、パッと情報を見たときに、こうなんていうのかな、慌てずに済む、冷静にですね、そういうこともあるよね、じゃあこれから動きどうしようかな、これからどう対処しようかなってなるじゃないですか。まあ、正直私もこういう相場ってあんまり見たことなくて、ちょっと戸惑ってる時もあったんですけど、まあ、これも慣れていくに従ってですね、この新たな情報を得た時にドンと構えていられる、ようになってくるのかなと思うようになりましたということですね。さあ今月、全問正解か。全問正解ですね、なんとか。よかったですね。このガイタメトデーなんですが毎営業日更新されていますので、皆さんもぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、そういうわけですね。はい、ではですね、今月ですね、私以上とさせていただきます。はい、大瀬子さんありがとうございました。また、次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい、ではここからはですね、神田さんにお戻りいただいて後半のパートに入っていきたいと思います。神田さんよろしくお願いします。はい、改めましてよろしくお願いします。はい、本日は前半部分で、マネーク相談ボックスへ寄せられたご質問への回答ということですね。はい、で後半部分で、月次調査の内容を、ちょっと解説いただくといった形になります。はい、お願いします。はい、まずはですね、皆さんからいただいたご質問の中で、今回はドル円、このところあまり動きませんと、なんでこんなに動かなくなっちゃったんでしょうかと、この後今後動き出すとしたら、何がきっかけになるんでしょうかっていうご質問をいただきましたので、まずその部分に関してね、ちょっとお話ししようと思います。で後半は、いつもの外為単観、今回も来週調査ということになりますので、まずそれよりもちょっと新しいもので、先週ですね、金融情報サービス会社のクイックさんが東京市場関係者に、アンケートを行ってますので、その結果をちょっとご紹介したいと思います。ご覧のように、ちょうど下半期に入りましたので、世界の景気、コロナショックからどんなふうに立ち直っていくのか、予想しているのか、またドル円の予想レート、
ね、年末どれぐらいになるのか、この辺も含めてちょっとご紹介していこうと思います。はい、お願いします。はい、はい、では、早速入っていきます。こちらマネーク相談ボックスで寄せられたご質問ですね。ドル円は106円から107円台で大きな動きがありませんが、いつまでこう動きが続くのでしょうか。また動き出すとしたら何がきっかけになるでしょうか、ということですね。はい、そうですね。だから前半のね、パートでもありましたけれども、やっぱりドルと円が同じ方向に動く傾向が強い、まあ、これが一番大きいとは思うんですが、まあ、その他にもいくつか、ね、考えてみたいと思います。まあ、まずその前にご覧のように、まあ6月10日以降ですね、もう1ヶ月以上になりますけれども、なかなかこの106円108円のレンジを抜けられないと。でその前5月6月の頭に一瞬ね、その109円台後半まで、まあ、ドルが買われるっていう局面ありましたけども、それを除くと実は4月中旬以降ずっとやっぱり106円108円なんですよね。まあ、なんでこんなに動かなくなってしまったんでしょうか、ね、特に3月なんかは101円まで下落した後に111円まで切り返すって非常にこう荒っぽい動きをしましたけれども、まあ、その後急速にこう動きが鈍ってきて、なぜでしょうかっていう疑問に思うのも、まあ、無理のないところかと思います。でですね、まず1点目として挙げておきたいのは、やはりコロナショックで、まあ、世界経済急激にストップしましたから、日本の貿易ですね、輸出入、これもがかなり急激に低下してきたっていう点がまず一つだと思います。輸出企業のドル売りも輸入企業のドル買いも出にくくなってしまったっていうことですよね。これご覧のグラフはですね、一番右端が5月の分なんですけど、まあ4月までに比べてガクンと減ってる。貿易総額、収支じゃなくて貿易の総額ですね、輸出と輸入の合計したものが5月に10兆円を割り込んでしまったって、もうここ数年で最低リーマンショック以来の低水準ですよね。ご覧のように輸出も減ってますけれども輸入も減ってる、もう貿易そのものが縮小しちゃってる、ということで、まず為替の取引そのものが出にくくなってる、これが1点ですよね。そしてもう一つは、まあ、先ほどから話によく出ているドルと円が同じように動く同調性ですよね。まあこの3月にですね、コロナショックが強まってこう株価が急激に下落した局面ではドル円も多少こう下落したんですけど、その後今度は、ね、一気にドル買いが強まって、まあ、これ以降動かなくなってきました。つまりこの動きにね、やっぱりこのドルと円が同じように動くという謎を解く鍵があるんじゃないかと思います。特にこの3月前半ドル円が、まあ、一瞬ね、101円台まで下落したっていう局面は、まあ、株安でリスク回避の円買いですよね。ところがこの後株価は下がり続ける中でも今度はドル高に触れてますよね。つまりこれ有事のドル買い、聞いたことあるかと思うんですけど、まあね、戦争とかその世界景気が急激に冷え込むとか、まあ、あまりよろしくないことが起きると、まあ基軸通貨のドルが買われる、まあ、この現象が起きたもんですから、リスク回避で円が買われるし有事でドルが買われるし、じゃあドル円はどっちにこの後動くのっていうのがちょっと見立てとして難しくなってしまった。この点がやっぱり大きかったんじゃないかと思います。まあどちらもね、ドルも円も両方とも安全通貨という織り込みがこの3月の下落から上昇っていう局面で出来上がってしまったというふうに思いますよね。まあそうするとですね、コロナ不安で株が下がるとドルが高い、でドル以外の通貨に対しては円も高い、で株が上がっていくと今度はドルが安いんですけどドル以外の通貨に対しては円も安い、こんな感じですよね。でこのグラフ見ていただくと一番分かりやすいんですけど、ドル円が青い線でほぼ横ばってます。で5ドル円がこのオレンジ色の薄いオレンジの黄色に近い方の色ですね。
で、この白、これ灰色なんですけど、まあ、白っぽく見えますけど灰色が、5ドル米ドル相場です。で、この太いオレンジ線がアメリカの株価、一般的な株価 SP500 って言われてる株価ですよね。で、あの為替ドル円と5ドル円と5ドル米ドルについてはちょっと分かりやすくするために2月の末時点のレートを100にして指数化してあります。これが現時点で、ドル円は2月末から若干ドル安円高方向、ほんのわずかですね。で、一方で5ドル円5ドル米ドルは2月末よりも上昇していると、こういう状況です。で、これちょうどそのやっぱり株価につれて5ドルが買われていることが分かりますよね。つまり5ドル高、アメリカドル安で、オレンジの黄色い線の方は5ドル高円安なんですよね。つまりこの方程式を解くと5ドルに対してドルも円も足元では安くなってる、同じように安くなってますんで、ドルと円の関係はほぼ横ばい、こんな関係なんですよね。だ、この関係性っていうのがこの3月の乱高下で、まあ、市場の評価がほぼ出来上がってしまったっていうことで、まあ、ドルと円が動かなくなっている、これが2番目の理由。そしてですね、もう一つ、まあ、これはその、ね、動かないことが理由だっていうふうにも言えるんですけども、海外の投機筋のドル円に対する関心が非常に薄れてきている。これがはっきり見て取れるのが、シカゴのマーカンタイル取引所の IMM の円先物ですね、先物のデータです。これはあのオレンジ色の部分が円ショート、円売りのポジションで、青い部分が円ロング、円買いのポジションなんですけど、それ両方合計したものです。さっきの貿易収支、貿易統計のところと同じですよね。これもですね、まあ、6月30日1週前に出たデータがもうこれあの6万枚ちょっと、合計ですね、あの売りと買いの合計が6万枚ちょっとっていうところまで減少して、もうピーク時の3分の1以下になっちゃってるんですね。だからもうドル円売りも買いもあんまり興味ないよっていう投機筋が増えてるっていうことの表れだと思うんですね。で、まあ、7月に入って若干持ち直してますけど、まあ、この程度、本当に この程度なので、全然もうその、ね、2年半ぐらい前の水準に比べると3分の1以下、全く増えてこない、こんな感じになってますんで、まあ、ドル円上がるも下がるもあんまり、ね、変な言い方をするともうどうでもいいよっていう人が増えてる、こんな感じにも見えますよね。で、これがやっぱり私は一番あのかなり大きな部分を占めるんじゃないかなって思うんですけども、アメリカの大統領選の年、しかもその直前っていうのはですね、まあ、ドル円あんまり動かない傾向があるんですね。ドル円だけじゃなくて為替相場あんまり大きく動かないっていう傾向があります。これはあの90年代以降のアメリカの大統領選の年のドル円相場で、ドル円相場これ四半期足です。で、丸で囲ってある部分はこれあの第2四半期と第3四半期4、6月期と7、9月期ですね。これも同じように96年もここも4、6月と7、9月4、6月、7、9月っていうところです。で、これ見ていただくともう分かる通りで、去年はね、まずまずトランプ大統領がもしかしたら勝つんじゃないかっていうようなことで株価が崩れて、去年じゃないですね、16年で前回の大統領選の時ですね、まあ、ドル安円高方向になりましたけど、7、9月期はこんなに小幅な動きになっちゃってるんですよね。でも12年もドル円相場で見ると本当に値動き小さいです。他の、ね、この辺、この辺、大統領選がない期間と比べるとやっぱり動きが非常に小さいなっていうことが分かっていただけると思うんですね。で、まさにこれが4、6月期ですから、まあ、あんまり動かなかった時期、そうすると7、9月期もあんまり動かないんだろうなと。まあ、大統領選の前に動かないっていうのはやっぱり
大統領、次期大統領が誰になるかわからない、民主党が勝つか共和党が勝つかわからない、議会の構成もわからないっていう状況の中ですから、特にその民主党と共和党が入れ替わったりすると政策がガラッと変わったりするんで、この政策を見極めたい、やっぱり様子見っていう姿勢が第一番に出てくるんだろうと思うんですね。特に大統領選挙11月ですから、その直前の7、9月っていうのは非常に動きが鈍くなる。これ見ていただいてもそうですね。2016年も7、9月は本当に動いてないですし、12年もこんなにちっちゃいですよね。2008年もほぼこの十字線っていう感じですし、2004年もそう、2000年もそうでしたね。1996年なんかも7、9月はほとんど動いてないっていう状況です。まあ、そうなるとやっぱりね、今年も2020年も7、9月っていうのはあんまりドル円動かないんだろうなという動きで、まあ、これ見ていただくと今度は次に分かるのが10、12月になるとですね、結構実は大きく動いてるんですね。2016年なんかは、去年前回の大統領選なんかはいい例ですよね。トランプ大統領が勝った瞬間にドルが急激に上昇したというようなことがありました。あんまりもう記憶にないかもしれませんけど、12年のオバマ大統領を勝った時もね、チェンジ、期待で、結構ドル円が反発してましたし、その他の大統領選でもね、こんな2000年のブッシュ大統領の時なんかもそうですし、やっぱり10、12月以降にこう動きが出るケースが多いんですね。やっぱり次期大統領の政策が固まって、これがドル高になるのか、ね、ドル安になるのか、そういう思惑が大体固まってくるのがこの時期なので、 10、12月から1、3月にかけては今度はドル円が動きやすくなる、こういうふうに理解しておいていただきたいと思います。まあ、そう考えていくと今回もちょっとね、大統領選11月3日ですから、そこまでは今のような状態がちょっと続くかもな、そうですね、動かないと考えていた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今の話から言ってもですね、まあね、大統領選後はよく動きますから、やはり今回も大統領選が決め手になるのかなと、動き出すきっかけになるとすれば何でしょうかっていう質問に対しては、やはり11月3日の大統領選が契機になるんじゃないかなと思います。コロナの第2波っていう点もね、市場の関心の高いテーマ、これ前回お伝えしたかと思うんですけど、市場が注目しているテーマではあるんですけれども、これももう前のパートでもね、たびたび話題に上ったように、コロナ第2波が例えばドンとやってきた場合に、株価が下がってリスク回避になると、結局ドル高円高っていうか、このチャートになってしまいますよね。の逆か、ここの局面のようになってしまいますよね。株価が下落してドルも円も高いんで、ドル円横ばい、逆に、ね、第2波がうまく回避できて、株価がこのまま上がっていく、さらに上がっていくような展開になると、ドル安円安でドル円やっぱり動かないってことなので、まあ、第2波に関してはちょっとね、ドル円の決め手にはなりにくいだろうなというふうに思います。まあ、消去法的にもやっぱり大統領選、これがきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。さあ、その大統領選についてなんですが、今のところ世論調査ではバイデン候補、民主党のバイデン候補がリードしています。ただまあね、選挙に関しては水物ですし、まあ、世論調査の結果がね、支持率の調査が当てにならないっていうのは、もう前回のトランプ大統領の勝利でも多分マーケット関係者も身に染みて分かってますし、イギリスのそのね、EU 離脱を問う国民投票もそうでしたよね。世論調査ではまあ残留だろうと思ったところが、蓋を開けてみたら離脱、これも大きなショックになりました。まあ、その辺を踏まえてですね、もうマーケットもこうあらかじめどっちかにかけるっていう動きにはなりにくいんだろうと思いますよね。まあ、今のところそのバイデンさんの支持率が、まあ、調査によって多少ばらつきはありますけれども、だいたい 5% から 10% ぐらいの差をつけてバイデンさん有利と言われてます。ただまあね、繰り返しになりますけど、
2016年もクリントンさんがそれぐらい有利って言われてたのにトランプさんが勝ったっていうような点を踏まえるとですね、まだまだ今後あと4ヶ月弱ありますんで、まだまだ今後の展開次第でどうなるかはわからないっていうことですよね。でこれ一応バイデンさんが勝った場合に備えてバイデンさんの政策、これが先日出てたのでちょっとご紹介しておこうと思います。やっぱり製造業を強化する、技術革新に公的資金7000億ドルをつぎ込む予定だと。一方で法人税を、ね、引き上げる、トランプ大統領は法人税を引き下げて、民間企業の成長によってアメリカ経済を回していこうと、こういう政策だったんですけど、それとは反対ですよね。で、まあ、この辺、まあ、見ていくと、やはりそのバイデンさんに関しては反富裕層よりも労働者の方が大事だっていうふうに言い切ってましたし、反大企業ですよね。アメリカの企業が税金で公正な分担を負うべき時だっていうことも言ってます。で、まあ、もう一つやっぱり反トランプ、アメリカ史上最も危険な大統領であるトランプ氏を倒すために我々は一つにならなければならない、まあ、これでもう結束を呼びかけて大統領選に向かおうという戦略のようです。で、まあ、トランプ大統領、先ほど申し上げましたけど、規制緩和ですとか減税による民間主導の成長策、これを取ってきたんですが、これをもう真っ向から否定する。で、公共投資を中心にとしたいわゆる大きな政府の思考、民主党の考え方がよく表れているなと思います。で、今のところこれやっぱりね、バイデンさんが勝つとドルは安くなるだろうというふうに考えられています。まあ、トランプさん今までやってきた政策がね、貿易赤字の削減とか、やっぱりドル高気味の政策を取ってきましたから、その反対、反トランプっていうことでバイデンさん大統領になったらドルが安くなるんじゃないかという見方が一般的には多い。まあ、大きく分ければやっぱりバイデンさんドル安、トランプさんドル高っていう評価が今のところ、そういう評価になっているのかなというふうには思います。ただですね、確かに反大企業っていうことなので、これもしバイデンさんが大統領になるとアメリカの株価は下がるかもしれません、ね。要するにアマゾンだとかフェイスブックだとか、ああいう IT 企業が儲けすぎだっていうことを批判してますんで、まあ、それによってお金持ちになった人たちを批判してますんで、まあ、民主より民主党政策っていう点ではやっぱりこれは株安方向へ、今までずっとね上がってきた株価が下落する要因になるかもしれません。そうなると、まあ、ドルが安くて円が買われるっていう可能性もあるんですけど、まあ、さっきから見てきているようにですね、株が下がるとこのところやっぱりドルが買われるっていう傾向もあるんですよね。まあ、いわゆる有事のドル買い、これを誘発する可能性もあるために、まあちょっと決め打ちは危険。だからバイデンさん必ずしもドル安とは限らなくなってきたし、トランプさん必ずしもドル高っていう感じではなくなってきています。で、まあ、そもそもこの民主党の大きな政府っていうのは、まあ、どちらかというとドル高志向なんですね。だからトランプさんは民間志向なので、まあ、規制もどんどん緩和してドルを安くして民間が儲かるように、という成長戦略で、反対に、民主党バイデンさんの方は、政府がどんどん経済にも関与していってドルを強くすることで借り入れを楽にしよう、こんな方向でもあるので、必ずしもやっぱりバイデンさんが勝つとドル安とは限らないしという局面なのかなと思いますので、今後出てくるであろうこういう政策の第続報とかですね、その辺も吟味しながら評価を固めていくっていうことになるんじゃないかと思います。で、まあ、大統領選に関してはですね、今後のスケジュール、8月半ばに民主党の全国大会が行われます。で、8月後半には今度共和党の全国大会が行われます。
で、まあ、9月から10月にかけて、大統領選、大統領候補のテレビ討論会、バイデンさんとトランプさんの一応一騎打ちという形になります。これ討論会が合計3回行われます。その上で11月3日に、投票を行うということになって、来年1月20日には大統領就任式が行われる、という立て付けになってます。やはりここですよね。ここあの11月3日の投票ですから、日本時間11月4日ここが鍵になってくると思います。まあ、その後ドル円が動き出すのではないかなと思います。まあ、それまではちょっとドル円は我慢かなと、ああいうふうに思います。はい、ドル円が動きそうもないっていう見方はですね、実はこの後の外為市場の関係者のアンケートからも見ていただいております。じゃあ今はもうクロス円だとか他の通貨の方を見ていた方がいいってことですか、ね。うん、そうですね、動きが良い通貨ペアを求めるなら、まあ、クロス円をっていうのも一つの手ですし、まあね、ドル円動かないなら動かないなりにですね、ある意味戦略は立てやすいっていうことも言えると思うんですよね。先ほど見ていただいたチャートでこちらですかね。まあ、こんな感じでもう106円108円でこう、ね、106円近づくと戻って、108円だと今度じりじりと下がってくるわけですから、まあ、このレンジの中で、うまく戦略を考えればいいっていうことでもありますよね。106円近づけばドルを買って、まあ、108円に近づけばドルを売ってっていう戦略は十分成り立つんじゃないかなと思います。このままずっと横ばいってことはないと思いますので、まあ、レンジの中でこう緩やかに上下しながらっていうことだと思いますから、そこを狙うっていうのも一つの手。動きがどうしても欲しい人は、先ほどトモさん言ったようにそのクロス円の方にシフトするっていうのも手だと思いますし、実際にですね、6月の店頭 FX 市場では5ドル円の取引が7割以上増える、5月に比べると 74.5% 増える、ポンドも 40% 増えるっていう形で、実際にそのクロス円の取引を増やしている方が実は結構多いんですよね。今までドル円で取引してたのそっちにシフトしたってことなんですか。まあね、完全にそのドル円からクロス円になのかどうかは分かりませんけれども、ドル円も実際 20% ぐらいは増えてるんで、一概にシフトしたとは言えないんですけど、ただまあ、クロス円の取引が増えてるっていう事実はあるので、まあ、クロス円の方に、個人投資家の関心も向かいつつあるっていう状況ではあると思います。はい、はい、それではですね、ちょっとこれもあんまり動きそうもないっていう点の補強になってしまいそうなんですけど外為市場関係者へのアンケートもちょっとご紹介しとこうと思います。まずはですね、2020年の下半期、コロナショックからの景気回復ペース、今後の世界景気の動向はどうなると予想していますかっていう質問なんですね。これに、まあ、東京市場の関係者91名が回答したんですけれども、まあ、4、6月期が世界景気の底で、まあ、7、9月期には V 字回復するっていうのが、お答えが 16%で、まあ、7、9月期も、まあ、なかなか回復しなくて底ばいが続いて、10、12月期に緩やかに回復していくっていう見立てが 28% で、まあ、10、12月期も底ばいが続いて、まあ、4、6月期にガクンと落ち込んだものが7、9月、10、12月まで底ばいで、いわゆる L 字型景気停滞ですよね。で、10、12月にかけて、2番底がやってくるっていう回答が 19%、まあ、その他が 10% で、その他っていうのはですね、カタカナのレの字、ナイキのこう、うん、マークな感じですよね。落ち込んだものが回復はするけれども半分も戻れない、こんな鈍い回復、こういうふうになるんじゃないかという答えが多かったようです。で、まあ、ちなみにですね、V 字っていうのは、まあ、ここにも書いてますけど、4、6月期次の四半期に急回復するのを V 字回復で、U 字っていうのは2四半期後まで緩やかにしか戻させないっていうのが U 字で、もこの L 字は先ほど言った通り、もう停滞が続くっていうことですね。で、2番底っていうのはその W 字っていうふうに言う人もいますよね。1回戻ったものがやっぱりもう1回落ち込むことで、
二番底をつける、こんな見方です。ただこれね、全体的に見ていただいても分かれており、もう見立てが分かれてるんですよ。 どの見方が一番強いっていう状況ではないんですね。どれも3割に届かない、こんな状況なので、もうこの先々やっぱりちょっとどうなるか読めないねっていうことがこのアンケート調査からも読み取れますし、まあそうなるとやっぱりね、大統領選もあるし、取引手控えて様子見ようかっていうムードになってくるんだろうと思いますよね。でもっと次の調査ご紹介するとですね、もっとズバリ言います。東京市場関係者91名の7月末、9月末、12月末のそれぞれのドル円の予想レートです。平均値で見ると7月末、今月末は107円50銭、まあ今107円前後ですから、まああんまり動かないと。でこれが9月末になっても107円41銭ですから、ほとんど動かないってことなんですよね。12月末になっても同じですよね。もうこんなみんな動かないと思っちゃってるんですよね。でこれ平均値ですから、まあ、平均だけじゃなくてこの91名のちょうど真ん中45、6番目になるんですかね、中央値取ると7月末で107円50銭、9月末で108円、12月末も108円、まあ、今と1円もぐらいしか動かないだろうと、こういう見方が非常に多いということですよね。で、まあ、予想のばらつき具合を見てもですね、まあ、7月は105円から110円ですから、まあまあさっき見ていただいたレンジの中で、まず外れないっていう見方、9月末になると103円から112円ってちょっと広がりますけれども、まあこれでもね、あまり大きくは動かないっていうことが示されてます。100円から115円っていう予想レンジ、予想の最大範囲でも中央値は真ん中は108円、平均は107円57銭、まあこんな感じでやっぱり今年はもうドル円が動かないっていうのが大抵の見方で、まあ、もしその、ね、何かしら動きが出るとすれば、やはりその11月3日の大統領選、こんな感じになるんじゃないかなということになります。はい、ということで私のお話は今日は以上になります。はい、神田さんありがとうございました、はい、このマネークトレーニングなんですが、原則毎月1回開催予定となっております。それでは来月もお楽しみに。本日もありがとうございました。